さんごきげんよう、エスプレの川村です。今日はですね、ちょっとすごくかっこいいクーペが入りました。ちょっと今日はその車両紹介をしたいと思います。ということで、ちょっと今ショールームの中でね、今日閉まったので、ちょっと見てください。これです。ここで青いのもあるけど、これです。ということで、レクサス LC Sパッケージ入庫しました。この車はですね、大きなこれからプロダクトがあります。というのは、本来このブルー、こちらのね、私の右側にあるストラクチャルブルー、これも以前から入庫してはいたんですけど、今オーセールです。なんですけど、この赤ベース、まあラディアントレッド、これをベースにして LB ワークス、リバティボークボディキットを組みます。で、今回そのリバティボーク LB ワークスボディキットですけど、ブラックカーボン、ちょっとオーダーで、ブラックカーボンをしたので、この辺につくリップなんかは赤と黒のコンストラストで結構かっこいいんじゃないかなと思ってます。でもちろんここがね、まあ、フェンダーを切って、ワークスになりまして、でちょっとリアウィングがね、どうしようか今悩んでるんですけど、というのは S パッケージなので、リアウィングが電動でこう上がってくるタイプなんですね。そこをちょっと一旦止め、まあ、制御で、止めようかちょっと悩んでますけど、4月 の、 リバティウォークのイベントに向けて、そこは急ピッチで取り掛かろうと思ってます。それでですね、足回り、もちろんリバティウォークのボディキットをつけることによって、確実に施工しなきゃならないのが、エアサスでのローダウンというのが必要になってきます。なので、今回は、イディアルさんのエアサスをチョイスして、もうオーダーしてあるので、どうでしょう、ギリギリイベントギリギリにはなってしまうのかもしれないですが、インストールはとりあえずイディアルさんで決まりました。でホイールなんですけど、今日もね、実は頼んできたんですけど、単造で、サイズがですね、これ実際21インチ純正なんですけど、ワークスフェンダーに合わせるってことで、相応のリム幅を取らなきゃならないです。なので今回はちょっと21はやめて、20インチにします。まあ、それリム幅の問題だったり、構造上の問題がいろいろあるので、まあ、20インチで、セッティングしようと思ってます。でフォージドなので、ある程度のデザインは切削としてできるんですけど、今回のそのフォージドは、フロントラインさんで、オーダーしました。でカラーがですね、前回はベンツの SL の時にブラッシュド と、サイド面をこうバッフィニッシュ、まあ、光沢のある
仕上がりにしたんですけど、今回はリバティウォーク LB ワークスっていうコンセプトがもうしっかりとあるので、ホイールは全部オールブラックにします。でリムを、まあ、ブラックでこう塗装した形になりますが、ディスクはちょっとあの普通のグロスブラックで塗るではなくって、ちょっと面白さを入れようってことでハイパーブラック、まあ、ちょっと私まだやったことないんですけど、ハイパーブラックに仕上げることによって奥深い塗装感 と、色味とこのリムのグロスブラックとこうちょっと若干のその色の差が出る、コントラストがうまく出るんじゃないかなと思って企画してます。まあ言ってもね、まだ実際見てないので何とも言えないですが、おそらくかっこよく仕上がるんじゃないかなと予想してます。じゃあですね、この LC の S パッケージなんで、大きく L パッケージ、まあ、このストラクチャルブルーが L パッケージベースなんですけど、やっぱルーフがね、違います。これガラス素材でできてるんですけど、カーボンになります。ここが明らかに違うんじゃないかなと思うんですけどね。でギアウィングをちょっと稼働させてみようと思うんですけど、ちょっとエンジンかけてみます。でちなみにこれ純正でもすごいいい音がするんですよ。いきますね。ランプがついて今リアウィングが稼働したと思うんで、ちょっと見てもらっていいですか。LB ワークスを作る上でここは、作動しないように止める予定です。で、まあ、ここからリアウィングが、LB ワークスのここから出るので、多分こういう形でこうちょっと反り上がった形で出ると思います。でマフラーもね、ちょっと悩んでるんですけど、変えちゃおうか、まあ、FI エクゾースト、まあ、あと日本製のブランドのものにしようか、ちょっとまだそこは検討してる最中なんですけど、まあ、ノーマルでもまあまあな音はするんですけど、やっぱもうちょっとパンチのあるサウンドを求めたいかなとは思ってます。はい、ということで、この赤のレクサス LC 明日から制作に入ります。本当にその4月のねリバティさんのイベントまで時間が本当ないので、多分苦戦するとは思うんですけど、作業日程的なスケジュールと製品が、
間に合う間に合わない、ホイールもちょっと完成がすごくギリギリになりそうなんですけど、あのまあ工場の方にまあ今日お話しして何度か作ってもらえるっていうことだったので、ギリギリになるかもしれないですが、まあ中途半端にしないでかっこいい LC も作りたいと思います。あのまた途中途中ね、フェンダーの具合だったりとかボディキットの、装着してる風景なんかを、また改めて、ご紹介したいと思います。